どうしてそうなった？偉大な父のダメ息子ワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、偉大な父のダメ息子ワースト5について紹介していこうと思います。戦国乱世で活躍した多くの英雄たちの陰で、父の偉業を継いだ息子たちの姿も見逃せません。名君だと評価された二代目がいた一方、家を衰退させ、あるいは滅亡させて、ダメ息子の烙印を押された者も少なくはありません。そもそも能力がなかったのか、それとも運に見放されてしまったのか。今回は、偉大な父のダメ息子ワースト5と題して、5人の人物たちをご紹介していきましょう。第5位、家臣の残言を信じて改易の浮き目に、長宗我部盛親。一介の土佐の国衆から身を起こし、一時は四国全土を手中に収めた長宗我部元親。その破業を支えたのは優秀な家臣団がいたからでしょう。とりわけ久武親信の功績は大きく、元親も自らの右腕として重用したといいます。しかし親信は虫の知らせを感じていたのでしょうか、元親にこう進言したのです。これより戦場へ赴くにあたって言い残したいことがあります。もし私が討ち死にしても、我が弟親直をお取り立てなさいませぬよう。弟は腹黒く御用に立つものではございません。必ずやお家に災いをもたらしましょう。やがて親信は戦死を遂げますが、元親はダメ出しされていたのに、久武は勲功の家ゆえと親直を側近にしてしまったのです。その後秀吉の四国征伐によって、長宗我部氏は土佐一国を安堵され、豊臣傘下の大名として存続しました。ところがその直後、長宗我部氏に激震が走ります。鉄木川の戦いで嫡男信親が戦死し、にわかに家督相続問題が持ち上がったのです。元親には信親の下に親和、親忠、盛親という息子たちがいましたが、親直は重用の情を無視して盛親を推しました。上の兄弟たちはすでに他家を継いでおり、家督を継ぐべきではないという言い分です。しかし親直を嫌う他の家臣たちは反対しました。次男の親和様こそふさわしいと。そこで親直は反対派を粛清するべく、元親にあらぬことを残言するのです。これを真に受けた元親は怒り、娘婿の吉良親真、比叡山親興などの重臣に切腹を命じてしまいました。さらに翌年になると次男親和が急死してしまいます。暗殺されたのか、それとも自ら命を絶ったのか明らかではありませんが、いずれにしても不可解な死を迎えたのです。こうして家督相続の件は押し切られ、やがて元親が亡くなったことで盛親が長宗我部氏の当主となりました。1600年の関ヶ原の戦いでは行きがかりで西軍に属しますが、そもそも盛親には戦意が乏しく、自ら打って出るだけの気概はありません。近隣に布陣していた毛利勢が動けば、それについていけばいいと考えていたのでしょう。ところが戦いはあれよという間に西軍の敗北に終わり、盛親は状況が飲み込めぬまま退却してしまいました。こうなると徳川家康に謝罪して罪を許してもらうほかありません。盛親は兄親忠と共に井伊直政を通じて本領安堵を嘆願。熱意に折れた徳川方は安堵のお墨付きを与えようとしていました。しかし親直がまたしても残言するのです。何の条件もなく本領安堵とは虫が良すぎましょう。親忠様が東道高虎とたばかって土佐藩国を我がものにしようとしておるのでは。盛親は親直の言葉巧みな残言に惑わされ、とうとう親忠を暗殺してしまったのです。これに怒ったのが家康でした。血を分けた兄を殺すとは捨ておけぬ、
本領安堵の話も保護じゃとばかりに長宗我部氏を官役処分にし土佐を取り上げてしまいました。家臣の根拠なき讒言に惑わされ国を失うという失態を犯したのです。その後も律賢は浪人となり、やがて大阪の陣で最後の活躍を遂げました。一方近直は加藤清正に仕え、その子孫は肥後熊本藩で藩主として続いたとされています。第4位、戦いに向いていなかった不運の武将大友義宗。一時は北九州を中心として6カ国を支配した大友宗麟ですが、その隠居に伴って家督を継いだのが義宗です。とはいえ実権は宗麟が握っており、親子の二等政治という形で国政を運営していたようです。それからほどなくして南九州の雄島津氏との対決が始まります。父宗麟はキリスト教に傾倒しており、宣教師たちの関心を得るため日向にキリスト教国を作ろうとしていました。義宗もまた父の意に従って行動を共にしたのです。ルイス・フロイスは書簡にこう書いています。文後国王と嫡子はかの地日向にある仏閣や神社を焼いて破壊するよう命じ、そのように実行された。かの地に入植して妻と共に隠居するため、王自らかの地に赴くことを決められた。南へ進む大友軍は行く先々の神社仏閣を破壊し、経典を焼き仏像を粉々にしたといいます。そのような行いを見た大友家臣たちはどのような思いだったでしょうか。武士とは神仏の加護を尊ぶもの、きっとこれからの戦いに暗い影を感じていたことでしょう。1578年、日向の耳川で島津軍と激突しますが、結果は大惨敗に終わります。やがて大友氏は主税に回ることとなり、島津の大攻勢をまともに受けてしまうのです。大友方の城が次々に落とされていく中、これに待ったをかけたのが豊臣秀吉でした。島津討伐を宗麟に約束し、大軍を編成する準備にかかったのです。とりあえず四国勢を中心とした先遣隊を北九州へ送りました。1587年、四国勢は豊後の鶴ヶ城を救援するべく出陣。義宗が総大将となって島津軍と対陣しました。ところが諸将が反対する中、軍艦として参陣していた戦国秀久は積極的に攻めかかることを主張。気弱な義宗は心ならずも賛成してしまうのです。結果はまたしても島津軍に惨敗。義宗は戦うことすらせずに府内へ撤退しました。やがて府内すら支えることができずに逃亡してしまったのです。その後豊臣軍の来援によって窮地を救われた義宗ですが、豊後の国を安堵されて豊臣大名となりました。しかし人生を左右する大失態を犯してしまうのです。1593年、平壌で明の大軍に包囲された小西行長から救援要請を受けるものの、小西殿はすでに討ち死にされたという家臣の報告を真に受けてしまいました。それならば致し方ない、ここから撤退するとばかりに陣を放棄したのです。小西勢は自力で脱出して事なきを得るものの、この行為が秀吉の怒りを買いました。豊後の臆病者めが、今すぐ召喚せよ。名古屋城に呼び戻された義宗は死こそ免れるものの、豊後を取り上げられてしまったのです。それから幽閉生活が続いた義宗ですが、人生最後のチャンスが訪れます。それが1600年の天下分け目の戦いでした。かつての重臣義弘宗行は東軍に味方するよう説得しますが、豊後への帰り咲きを願う義宗は聞く耳を持ちません。毛利輝元の支援を受けて九州へ上陸を果たしたのです。しかしここでも戦う相手が悪すぎました。戦国最高の軍師こと黒田助水が立ちふさがったのです。ここでも義宗は惨敗を喫して降伏。今度は徳川によって幽閉されてしまいました。
東軍についた嫡男は旗本になる一方、吉宗は出羽から日立へと流罪となり、不運なその生涯を閉じたのです。第3位、亡国の君主から雅な日々へ、今川氏真。今川氏は格の高い家柄で、文化的素養にあふれた当主が代々続いたのですが、氏真もまた高い教養を身につけた人物でした。その才能こそが氏真の身を助けることになります。1560年、桶狭間の戦いによって父義元が討ち死にを遂げ、今川家中に衝撃が走りました。氏真はすでに家督を継いでいたものの、最も大きな痛手だったのは今川氏を支えてきた重臣の面々が揃って戦死したことです。家臣たちは弔い合戦を叫ぶものの、氏真は取り合いませんでした。まずは家中の動揺を抑えつつ、領国を安定させることが最善だと考えたのでしょう。領内のインフラ整備や経済政策に重点を置き、内政を積極的に行うことで、受けたダメージを一刻も早く回復させようとしたわけです。しかし氏真の思いとは裏腹に、情勢は厳しくなる一方でした。三河の徳川家康が自立を果たして今川領を伺い、さらに甲斐の武田信玄が同盟の破棄を通告してきたのです。1568年12月、信玄は大軍を率いて駿河へ侵攻。そして時を同じくして家康も遠江へ軍を進めてきました。弱体化していた今川氏にとって二正面攻撃は防ぎきれません。すでに今川家臣たちも調略を受けており、戦わずして撤退するという体たらくぶりでした。駿府を支えきれなくなった氏真は西の掛川城を目指しますが、すでに徳川軍の脅威にさらされていました。半年にわたる籠城戦の挙句開城し、ついに国を失った氏真は北条氏を頼ったのです。しかし移り住んだ小田原も安穏の地ではありませんでした。義兄の北条氏政が武田と結んだことによって行き場を失い、今度は家康を頼ります。こうなったらもうプライドも何もありません。旧敵である家康を頼るほど落ちぶれたわけです。また生まれつき戦いの才能もなかったのでしょう。牧野城を任されるものの1年足らずで解任されており、ここで武将としての生き方にピリオドを打つのです。しかし氏真にはプライドを捨ててでも生き抜く才能がありました。それが彼の持つ教養です。当時の武士たちには貴族と付き合うほどの教養はありません。そこで氏真は公家や文化人の接待をしたり、徳川家臣たちに和歌の手ほどきをするなど文化面で貢献しています。そのような生き方は京都へ移り住んでも変わりはありません。公家衆と親しく交際し、歌会や連歌などに頻繁に顔を出し、やがて京都社交界の重鎮となりました。戦国大名の跡継ぎとしてはダメでしたが、朝廷と幕府を継ぐ摂政役として一流の存在となったのです。第2位、暗君の汚名を着るも、転落から返り咲いた数奇な人生、織田信雄。織田信長の次男として生まれた信雄ですが、嫡男信忠や三男信孝と事あるごとに比べられたことでしょう。しかし信雄には大将としての器量が備わっていたのかどうか、それを端的に表現した言葉があります。三助殿のなさることよ。おそらく家臣の誰かが発した言葉ですが、信雄の行いについて呆れ返っている様子がうかがえます。確かに父信長も若い頃はうつけと呼ばれていましたが、信雄の場合は短慮で後先考えず気ままという印象が拭いきれません。まず最初のやらかしは北畠氏の養子となって10年目のことでした。北畠一族を滅ぼして伊勢を掌握した信雄は、次に伊賀の領国化を狙います。1579年、信長にすら相談することなく8000の軍勢を率いた信雄は伊賀へ侵入、一気に攻め取るつもりでした。しかし伊賀衆の思わぬ反撃を受けて2000の兵を失い、
伊賀から叩き出されてしまったのです。地の利を得ないばかりか、事前に何の敵情偵察もしなかったことがあだとなりました。これを知った信長は激怒し、親子の縁を切ると書状を突きつけたほど。1581年の第二次天正伊賀の乱で雪辱を果たしますが、なお信勝への評価は高かったようです。同年の京都馬揃えでは信忠に次ぐ地位にありましたし、伊勢と伊賀2カ国を領するほどの大臣でした。ところが信勝はまたしても大失態を犯してしまうのです。本能寺の変の直後、変法を聞きつけた信勝は近江の甲賀まで駆けつけますが、明智秀光が安土城を去ったことを知ると、なぜか城に火をかけてしまったのです。こうして父が心血を注いで築城した安土城は灰烬に帰しました。ルイス・フロイスはその時の状況についてこう述べています。信勝は知恵が劣っていたので、何の理由もなく城を焼き払うことを命じた。城がすべて炎に包まれると彼は町にも放火したので、大部分は焼失してしまった。物事の後先をまるで考えず行動するあたり、信勝の短慮ぶりが垣間見えるのです。清須会議の結果、信勝は伊勢、伊賀、尾張を領することになり、織田に復姓しています。やがて賤ヶ岳の戦いが始まると、羽柴秀吉に味方し、120万石を超える大名となりました。とはいえ、政権を奪った秀吉への反発心が芽生えていったのでしょう。やがて家康と手を組んで秀吉に対抗するのです。しかし信勝はどこまでもこらえ性のない男でした。小牧の役が始まって戦況が膠着してくると、秀吉は信勝の領国である伊勢に狙いをつけ、盛んに攻撃を繰り返すのです。信勝としては気が気でありません。ついに家康に黙って単独講和を結び、戦いをやめてしまいました。しばらくはおとなしく秀吉に従っていた信勝でしたが、またしても大ポカをやらかします。秀吉は小田原の役が終わった後、旧徳川領へ信勝を移封させようとしたのですが、移りたくないとダダをこねて秀吉を怒らせてしまったのです。秀吉はもはや天下人ですから、逆らえばどうなるか子供でもわかること。その結果、信勝は全領地を没収されてしまいました。秀吉から赦免されるものの、かつての地位はもはやありません。やがて秀吉死後に関ヶ原の戦いが起こると、どっちつかずで傍観に終始し、家康からその行動を咎められて捨て淵すら失ってしまいます。その後、家康からの指示があったのでしょう。そのまま大阪城に居座った信勝は、豊臣側の情報を流す間者になり果てたといいます。その功績が認められたためか、大阪の陣が終わると5万石の大名へと復帰。なんと幕末まで続く家を残したのです。どれほど知恵や能力がなくとも、運さえあれば生き残れる、そんな生き方を信勝は示しました。第1位、そのマザコンぶりが家を滅ぼした、豊臣秀頼。最新の歴史研究をもってしても、豊臣秀吉の意志、秀頼の人柄、性格などはほとんど分かっていません。それほど謎のベールに包まれた人物なのです。生まれながらの天下人として誕生しますが、物事の判断ができる年齢に達した頃には、すでに徳川家康が実権を握っていました。そういった不幸な境遇にあったものの、秀頼は最後まで主体的な行動に出ることもなく、その意志すらはっきり見えてこないのです。やはり母である淀殿の存在が大きかったのではないでしょうか。淀殿が秀頼を鬼人として扱いすぎたために、武家本来の厳しさや鍛錬といったものから遠ざけてしまったのでしょう。そもそも豊臣氏は貴族と武家の中間にあたる武家貴族という存在ですから、そんな妙なプライドが秀頼を武将として成長させる機会を奪ってしまったのです。亡き秀吉はそもそも武家の棟梁になることは諦めていました。それならば貴族でありながら武家をも凌駕する存在として豊臣氏を生み出したのです。
また秀頼は幼い頃から大阪城の奥深くで女性に囲まれて暮らし、長与花与と育てられてきました。秀頼にとって相談できる唯一の相手はお袋様であり、彼女の助言なしでは主体的な行動はできなかったのでしょう。よく言えば母思い、悪く言えばマザコンそのものだったわけです。淀殿をはじめとする女性たちの口出しや介入は徳川氏との交渉にも及びました。耳障りのいいことだけを信じ、不都合なことには耳を塞ぐという空気が醸成されていきます。その結果、還元できる唯一の存在だった片桐勝元すら遠ざけてしまい、徳川方に走らせてしまったのです。そして淀殿の介入は大阪夏の陣の最後にまで及びました。真田信繁は味方の士気を高めるため秀頼が前線に出馬することを望みました。しかし淀殿が首を縦に振らなかったのです。もし秀頼に主体性があったなら、周囲の反対を押し切ってまで城外へ出馬したでしょう。しかし秀頼には自らの意思がありませんでした。お袋様がノーと言えば、それはすなわち絶対だからです。もし戦場に金平の馬印が翻っていたなら、かなわぬまでも秀頼は武将らしい最後を遂げていたはずでしょう。秀頼が意志のないお飾りになってしまったのは、豊臣氏を無理やり上級貴族へ祭り上げた秀吉のせいなのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。